グルーは3人組バンド。1987年、ガースメイトテリー・モローのサンフランシスコベイエリアバンド、グラスカフェのキーボード奏者とドラマー、ジョー・リビーというバンド、ライフ・アンダー・ウォーターのボーカリストは、グラスカフェのサニー・ベールガレージ、スタジオで一緒に集まった。この即興セッションを、彼らは実際に録音、ライブを実行するため曲を約6曲作った。 三人はグラスアンダーウォーターという名前をつけたが、後にグルーに短縮した。いくつかのライブにケビン・ブラウンがギターに参加。1990年の夏、リビーは日本人女性と結婚し、バンドのどちらかが継続の見通しが現れなければ、翌年の夏に日本に移住すると二つのグループに伝えた。しかし彼は、 日本の結婚式の準備のために来日する必要がある。数週間いなくなるので、メイやモローラは東京で自らの3つのバンドを宣伝できるよう一緒に来日することを決めた。渋谷で1週間路上演奏し、東京のレコード会社 A&R のオフィスで多くの人物とのミーティングを経て人気テレビ番組イカテンのプロデューサーに迎え入れられた。この番組は アマチュアバンドの戦いで、毎週10バンドが、キングのタイトルのために互いに競う。その後、キングは、前の週のキングと競い合い、5週連続で、キング座につくことができれば、グランドイカっキングを体感し、デビューアルバム契約を獲得することができた。信じられないことに、グルーは、初出場から、キングの座につき、体感手前で、 エディションデラックスに明け渡すまで4週間連続で勝利を収め続けた。翌朝、リビーはグルーのデビューアルバムのレコーディングに関心を示す定築レコーズ A&R 部門から電話を受けたが、録音とプロデュースのための定築のタイムテーブルはわずか10日であり、バンドは最初のオファーを拒否。その後、さらなる話し合いも決裂。グルーは 1992年に2月18日に最終ライブを原宿のルイードライブハウスで行った。ありがとうございます。